い、ラグドールのロナちゃんの便検査ですね。生理食塩水でミックスして400倍拡大。ここで厳重ですね。ジアジアトリコモナスがいれば出ます。前いたんだよね。この画面ではいなさそうですね、そういう動きをするようなのは。ちょっと画面をガバッと書いてみましょうか。お、いなさそうですね。画面をずらしてみました。はい、現地いなさそうですね。はい、じゃあ倍率を下げていきます。40倍。まあ寄生虫の卵はまあいないと思います。便の未消化反応は多分あるよね。ちょっとあれ、こっちはなんだ、こっち赤、そっちが IG、 こっちが IG。 はい、未消化反応は出てない。ちょっとだけ出てる。はい、脂肪の未消化反応はそんなに出てない。はい、それから浮遊法ですね。今度は原虫じゃなくて寄生虫の卵の検査です。便をお薬で溶かして10分間放置して上に溜まった液体から検査する。海中、甲虫、線虫の卵、あとは原虫でコクシジウム、コクシジウムもこれで発見されますけど、このエコシジウムが出てるなんて言われたら辛いけど、いなさそうですね。はい、倍率は上げてきます。コクシジウムはまん丸の20丸ですね。まあ、いませんね。はい、寄生虫いません。何分ですか。はい、じゃあラグドールのルナちゃんの便検査は原虫もいないし、あと他の寄生虫もいないと、少し未消化反応があるというところですね。まあまあのうんちでした。はい、以上です。